京王五千系電車伊予鉄道七百系電車、伊予鉄道七百系特輪列車に使用される七百、京四連用時もは七百十五の車内伊予鉄道七百系電車は、伊予鉄道の鉄道専用電車。1987年から1994年に、かけて京王帝都電鉄五千系電車を、京王重機整備にて改造の上、購入したものである。百十景。 120K などの置き換え目的で投入された。松山市寄りから、区ハ 760K もハ 710K もハ 720K の3両編成、または区ハ 760K もハ 710K の2両編成を組む。2015年度末、現在、3両編成5本と2両編成2本の、計19両が在籍し、 営業運転では二両編成を二本並結した四連での運用もある。かつては、伊予鉄道の鉄道専用電車の過半数を占める、同社の主力であったが、三0系の導入により数を減らしている。京王帝都電鉄の基幹が千三百七十二ミリメートルで、あるのに対して、伊予鉄道の基幹は千六十七ミリメートルであるため、電動車は、廃車発生品の台車に交換し、 制御車は車軸を交換して、機関変更に対応した。電動車の大半は吊り掛け駆動車であったが、台車交換とともに、カルダン駆動に変更している。種車の関係から、強幅車と広幅車がある。種車は、七百727以外は、比例防車であったが、運用開始後に、自社で改造を実施して、全車同一の三菱電気 CU-127。 R 型集約分散式冷房装置を搭載している。冷房化された当時は800系と同じように、今年も涼しい冷房電車増車のマークが取り付けられたが、後に側面の窓にステッカーで表示されるようになった。後期の譲り受け車の一部は種車となる制御電動車が復定したため、慶応時代の中間電動車の伝送品を移設して、制御車を伝送した。そのため、 制御装置は、東洋電気製造製 ES-556B と日立製作所製 MMCHTB-20B というように異なっている。このうち、ES 制御機の方は、元来 KO2700 系が使用していたものを流用しているため、製造から半世紀以上経過している。なお、ES 制御機は発電ブレーキを使用できないため、 MMC 制御機装備車も合わせて電線を使用していない。610系に合わせた新塗装化は1994年から開始され1997年に完了している。過渡期には新旧混色での運転も見られた。2015年度より2度目の新塗装化が実施されており、2019年3月にはすべての編成が新塗装となっている。 モハ725編成の新塗装火事は、モハ725特派765の貫通扉にミキャンの PR のシールが貼られていた。なお、610系との並結運転も可能だが、放送設備などのサービス機器の総意から、実際に連結して運用された例はない。車事は共同車は、 ES-556B 制御装置搭載車、伊予鉄道では2009年度から2011年度にかけて、郊外線向けの新型車両である、伊予鉄道3000系電車を導入した。本系列はこれにより3両編成3本が廃車された。このうち、区派763も派713は、長子電気鉄道へ譲渡されて、同社の3000型となり、 2016年3月26日から営業運転を開始した、銚子電気鉄道3000軽電車に関するカテゴリー、ありがとうございます。